今子供たちをドロップオフして、でこれから戻るところです。うちはね、未だに子供たちの髪を未だに切ったり、 Not too short, please. もうどうなんだろうな、多分日本のあれでしょ、6年生とかなったら親が切んないでしょ、まあ、もうちょっと下だってそうだよね。普通にさ、髪の毛切ってもさ、面白くないじゃん。え、何回髪を切る間に面白い髪型にできるか。No, don't do that. You mess up my hair. でも大丈夫、最終的にはかっこよくなるから大丈夫だよ。やだ、行ってみよう。絶対無理。おー、ナイスモハヘア。前向いて、クール。かっこいいじゃん。ね、もうハグになっちゃった。そうか。あ、時計お前。ready? ちょっと違うの。もうちょっと上。これでいい。じゃあこう。Yes, I am satisfied. じゃあこれで完成。Yeah. 日本の引っ越しまであと1ヶ月ちょっとになって、かなりバタバタし始めてきたところです。とにかくやることが盛りだくさん。子供たちにはもう直前まで学校、こっちの学校行って。日本からこっちに来るのはそれなりのに大変だったけど、まあ戻るっていうことで言うと気楽に考えてもいいのかなとちょっと思っていて、その重く受け止めない感じが子供に伝わるといいなっていう、まあサクッとこう切り替える。特に長女はね、こっちの教育がすごい合ってるんだろうなと思って、実は最初もう学校にすら行けなかったんだけど、親元を離れることができなくて、母親が一日中学校に付き添ってたのが半年ぐらいあった。でも今となっては褒める教育が本当に上手で、それが合ってるとぐーっと子供って伸びていって、でうちの長女はまさにそれで、で今年もちょうど毎年学校でこう学校が掲げるテーマに合ったことを実践してる、こう表彰するような制度があるんだけど、 Today as you know is our first corporate awards assembly for the school year, and for the month of September we focused on being principal. それに3年連続で選ばれたのかな、 And Hana Nakusawa. For third grade communicators are going to be とにかく褒めるのが上手って言ったら、子供を褒めてハグして表彰して、しかもそこでいいのがなんかね、周りの子たちも嫉妬するわけではなく、褒められてる子に対してすごくポジティブにみんなで応援する。根っから明るい感じがしてて、僕はすごい好きなんだよね。だからちょっとここからまた日本に帰って、また教育もガラッと変わるだろうけれど、いろいろなやり方が、世の中にはいろんなやり方があるっていうことを知るっていうのはやっぱりいいんじゃないかなと。ウォールグリーンでコーヒーを買わなくちゃいけない。そういえば今思い出したんだけど、ハワイに来たての頃やっぱり虹がすごい楽しくて、で子供たちとね、虹を探しに行ったので、虹を追っかけてどこまで近づけば、雨の中どこまで近づけば虹が見えるかとか結構やってて、なんか面白かった、懐かしい。
あるかな、その映像。GoPro と自撮り棒でかっこよく撮る。